国宝壁画絵、元は一巻だった絵巻物を5つの掛け軸に分けて、展示されているものです。これは天慶星、五頭天王や悪魔悪鬼たちを掴んで食らう神というふうに書いてあります。続いてこれは仙丹剣夏葉というものですね、はい、幼児に危害を加える悪鬼を退治する神というふうに書いてあります。これはまたすごいですね。心中朝夕悪鬼を食べ蚕の化身とも言われる神様、正気、あ、これは聞いたことありますね。唐の元宗皇帝を悪鬼から守ったと言われる神様だそうです。そして最後が毘沙門天、法華経に法華経寺社というものでしょうかを守護すると説かれる神様、毘沙門天。この壁画絵を、まあ、分かりやすく紹介するためにイラストを用意をされています。ぜひ子どもさんたちにも原神原画を楽しんでいただけたらなと思います。